はい、じゃあですね、始めていきたいと思います。3回のデートで理想の彼女を作る恋愛婚活スクール LLC チャンネルということですね、始めていきたいと思います。今日はですね、女性に好かれる正しい行為の伝え方、まあアピール方法ですね、こちらをですねちゃんと解説していこうかなと思っております。で、好きだからガツガツいくっていうパターンももちろんあると思うんですけども、基本はね、あまりガッツきすぎるのってよくないんですよ。僕はでもガッツきます。それまた後でちょっと説明するんですけど、で、ガッツきすぎでよく見られるのが、見返りをめちゃくちゃ求めてる男性が結構いるんですよね。マチコンとかでよく見てますと、司会しながらね、よく見てるんですけど、なんかもう今日この後飲み行こうよ、行こうよ、すごく可愛いね、綺麗だね、土曜日だし金曜日だし、まあ行けるよね、行こうよ、行こうよ。もうこれ旗から聞いてると、やりたいよやりたいよ、今日下着何入ってるの、やりたいやりたいよみたいな、そんな感じに聞こえてね、しょうがないんですよ。で、そうじゃないと、そうじゃないと。なのでね、見返りを求めすぎたら、もうそれはね、惹かれますよ。それは男性も、ね、女性から誘われた時に、おごっておごって、おごっておごってって言われまくったら嫌ですよね。だから、男性もそうだと思うんですけど、急に女性からね、そんなに仲良くもなってるのに、ガンガン来られたら、で、なんかちょっと怖いな、ちょっと可愛いな、いいなと思っても、ガッツリ来られると聞いてしまうっていうのも結構、まあ僕あるんですけど、なので、あんまりガッツきすぎないこと。ってことですね。じゃあどうすればいいのかってことなんですけど、ここでね、結構大事なのが、はっきり言います。無償の愛です。無償の愛。やりたいオーラが出ない誘い方って言った方がいいですかね。じゃあそういうのどうやって出せばいいのってね、これはね、もう皆さん、僕も今こうやってやってますけど、いいですか？トークです。トーク。トークをして盛り上げる。じゃあ盛り上げられないよって言ったら、また僕のね、別の動画見ていただければとは思うんですけども、話のやり方も載せてますけども、うちの恋愛スクールでは会話のテンプレートというのをね、用意してますんで、これを使います。これを使って、どんどん会話を盛り上げていきます。その中には、ね、結構心理テストを入れたりして、女性はね、占い、心理テスト、手相とか好きなんで、こういったね、トークのテンプレートを使って話を盛り上げていって、あ、この人普通に楽しい人なんだな。楽しい人なんだな。私を楽しませてくれる。そして優しい。無償の愛とまではっきり言えるかどうかわからないけど、それに近い自分の、例えばやりたいオーラがあったとしても、そこをちょっとオブラートに包んでくれて、トークを盛り上げていく。うちが使ってるテンプレートは、まあ話は盛り上がるんですけど、そこにちょっとね、軽い下ネタも入ってきたりして、会話は盛り上がるんですよ。ね、で、小さい下ネタが入ると、女性は結構思考拡大していくものですから、まあ、例えばちょっとドキつい下ネタを話してると、あなたとの、そのね、夜の営みをちょっとイメージしたりしますんで、その後すごく運びやすく、例えばホテルとか、もしくはお付き合いするまでっていうのは運びやすくなるんで、そのような心理テストを交えたトークのテンプレートを使ってるんですけどもね、その会話のテンプレートも動画で撮っていきますので、ぜひ参考にしていただけたらと思うんですけども、まあ、しっかりとトークをして、会話を盛り上げていくってことですね。で、あとはしっかりおしゃれをして、清潔感保って爪もちゃんと切って、ちゃんとね、髪の毛もやって、服装もしっかりやっていって、自分の男のレベルを上げていくってことですね。そして最初冒頭で言いました、僕はね、いいなと思う女性がいたらガンガン行きます。ガンガン行きます。じゃあなんでガンガン行ってはいけないのに、今ガンガン行けって言ってるかってことなんですけど、これはね、ガンガン行くポイントがあります。っていうかね、サインがあります。女性からの脈ありサインが出たら、少しずつガンガン行くレベルを上げてっていいんです。誘っていっていいんです。もちろん最初から誘わなきゃいけないんですけど、アピール度合いをどんどん上げてっていいってことですね。じゃあね、どの段階でそのガンガンね、ギアを上げていけばいいのかってところなんですけど、これはね、前の動画でもお伝えしてると思うんですけど、脈ありサインです。女性が発する脈ありサイン10選っていう動画撮ってると思うんですけど、こちら一つずつ脈ありサインがあるなと思ったら、一個ずつレベル上げてます。あ、また脈ありもらった、上げていく。脈ありもらった、サインもらった、上げていく、上げていく、上げていくって形なんで、やっていただきたいのはそういったことです。ですので、初めから何もわからない状態でギアフルマックスで行っても、フルスロットで行っても、どこに進んでいいかわからないわけです。そうじゃなくて、ちゃんと脈ありサイン、コースが決まってくる。脈ありサイン、脈ありサイン。あ、ここに進めばいいんだなーって、上がってきたよっていう段階で、自分のエンジンを上げていくっていうことなんで、とりあえずアメリカに行きたいと思った時に、アメリカへの行き道がわからなかったらいけないですよね。どんだけすごいエンジン積んでても、どんだけすごいジェット機持ってようと、わかんないですよ。だから脈ありサインがいわば恋愛のカーナビのような形です。恋愛のカーナビを持っていたら、そこまで進むためには自分の中でいいエンジンを揃えていけばいいだけの話なので、脈ありサインは恋愛のカーナビということでですね、道しるべをね、どんどんね、出してもらわなきゃいけないわけですね。ということでですね、女性に好かせる正しい行為の表し方っていうことですね、こんな形でやってきましたけども、この動画が参考になったって方はね、ぜひグッドボタンを押していただいて、今後もちょっと動画どんどん毎日配信してきますので、見ていただける方はですね、チャンネル登録ぜひお願いします。